当たり前じゃないか。公園だってすぐなんだよ。ちょっとちょっと、何優雅に朝ごはん食べちゃってるのよ。信じらんない。あ、こりゃどうもありがとうね。よく私がメロンパン好きだってわかったわね。って、そうじゃないでしょ。この事態がどういうことか分かってるの？おい、くるみちゃん落ち着けてば。こっち来て一緒に食べようよ。これだけの料理がタダで食べられるなんてめったにないことなんだからさ。あんたね、行儀が悪いよ。はいはい、まあバカは置いて、睦弥くん、情報はどのくらい掴んでいる？
そんなわけで外からじゃ手の出しようがないらしいの。あー、ダメにゃー。広域レーダーが死んでる上にヘリを手動で飛ばしても町から抜けようとした途端パイロットが空へ放り出される始末ってさ。ちょっとあんた、そういう情報握ってるんだったらさっさと教えなさいよね。ごめんちゃい。さて、これで人類の英知ではどうにもならないってことが分かったかしら。所詮、人間の積み上げてきた歴史なんて薄っぺらいひしもちのようなものなのよね。さて、そこでだ。白玉の出番なわけだよ。キュいやー、この不思議生物と不思議結界の因果関係を探ってみようかなと。キュッ。キュッ。これで突破口が開かれるかもしれないのに。もういいわよ。私もそれ一つでどうにかなるなんて思ってるわけじゃないもの。それにしてもその子なんだか赤くなってるわね。ひょっとして女の子なんじゃないの。キュー。これは女の勘だけど、きっとその子は女の子よ。なんか引っかかるのよね。やってらんないわ。とにかく自分たちでできることをやりましょう。今日は暇なんでしょ？手伝ってよ。
うひゃー、すごいね、もちんとこは。そうね、とりあえずは状況把握ね。何でもいいから町で今回の事件についての情報を集めてもらえるかしら。頼んだわよ、軍曹。はいはい、ユンも頑張るのだ。期待しているわ、少佐。まあ頑張んなさいな。あんたには期待してないけどね、三等兵くん。
なんか町もいたって平和だしさ、このままでいいかなんて思っちゃったりしちゃうのよね。人間だけが閉じ込められているだけだし。心配するないね。朝のラッシュ前にそうなったらしくて、電車も止まったし、幹線道路もストップしてたですだよ。だいたい土曜日の上に夏休みだから、通勤客や通学客も少なかったね。どこの誰かは知らないけど、これを考えたのは相当アレな人ね。極力被害が出ないように日付とか時間帯とか考えられているよ。どこに行っとんじゃんお前は。とにかく変態は置いといて、会議の方を進めるわよ。だって人のこと言えないじゃないのさ。白玉が加えているアイスの棒はなーに？キュッキュッキュむつみ、いつの間にその不思議生物と会話できるようになったの？何言ってるの？ここに来た最大の目的を果たさなくてどうするっていうの？何よ、当たり前じゃないの。見学するに決まってるじゃない。一回の芸人が何生意気なこと言ってるの？
座長さんと総責任者の許可は当然取ってあるわよ。何度か見たけど、稽古も緊迫感あっていいのよね。マジで今度メイキングビデオでも作ろうかしら。もちろん自費で。モッチーがどんな演技をするか、とっても興味あるのだ。
いいかい、11時には戻ってくるんだよ。リハだってあるんだからな。昨日に比べると顔色がだいぶ良くなったにゃ。それじゃ、頑張っていきまっしょい。言うんだって、むつみくんとブラブラブラブしたいのだ。ちょっとユン、これは遊びじゃないのよ。だいたい語尾がラブラブになってるじゃないの。バレちった。それにあんなピーにむつみくんを任せたらピーされちゃってお嫁に行けなくなってもいいの？メガネ、なんだって
あんたって怒らせると結構容赦ないのね。それはあるかも。クジラが浮いてるから大丈夫だって私も思ったもの。外との連絡はつきにくい状態だっていうのに、みんなのんきなものね。賛成。君、たまにはいいこと言うじゃないのよ。当然、言い出しっぺのおごりよね。キュッキュー。
つみくんも隅に置けないじゃない。何？どうかしたの？キュキュ？なんだかすごく嬉しそうね。